っしゃ、でかいんじゃないか。うおー、でかい。はい、おはようございます。ではなく、もうお昼なんですけど、春満開の、見てください、桜、めちゃめちゃ満開の春のですね、人生境目室尾ダムにやってまいりました。もうお昼なんですけど、まあだいぶね、前回来た時ね、秋だったので、今回は春ということでだいぶ変わってると思いますが、ぜひ頑張って釣っていきたいと思います。よろしくお願いします。久々の室尾ダム来ましたね。やばいね、やばすぎるよ。何がやばいって、はい、プロラン水だよ。だいぶ景色変わっちゃいましたね。やばいね、もう全然違う、全然違うよ。これはどうですか、秋と比べて難易度とか、そういう難易度、はい、難易度ね、難しいと思うけど、何が難しいって、ちょっと完成してるものが多すぎるね。だからまあショアラインの、はい、ものがもうカバー天国になってる。まあ天国っていうか地獄でね。カバー地獄でね。だからまあちょっと、まあ、そういうとこにあんまり入り込んでると、おかっぱりから釣りやすいかもしれないし、逆に絞りづらいっていうのもある。で、秋来た時はサイズがね、そんなでもなかった。めちゃめちゃ釣れたけど、だけどまあ春なんで、で水も増えてるんで、まあ大きいのは前回来た時の秋よりはチャンスあるかなと、いう感じかな。とりあえずそんなに短時間ですが、ちょっと頑張ってみたいと思います。とりあえずこの前よく釣れたところの上流、ちょっと行ってみようかなと。はい、まあなんか、まあその良さそうな上流の浅いとこ見て、何もなかったらちょっとなんか違うんだろうし、まあ、そういう一段上がった浅いところに魚多かったら、なんかそれなりな気がするし、なんか何かしらはつかめるかなっていう気はします。なんでちょっとその沢の支流の上流に行っています。はい、クローラー 8.6。 お、ちょこっといるね。またハイカットで釣りたいけどね。え、くどいでしょ。お、当たった。この天気だからな、簡単じゃない。はい、クローラー 4.5。 秋はこの先っぽに立てたよね。最後に、最後があったんだよね。5メーターぐらいかな。ちょっとそれもわかんない。15度。変じゃねえこれ。
変じゃねえこれ。何これ。ヘラばっかだね。微妙かな。水深が分からんね。深いと思うんだけどな。ちょっと水深だけ探る。はい、カット。草がすごいの、多分これ。草がすぐ引っかかるので、ドゥルがね、上の方。さあ、どうしよう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 か。風ね。マジかよ。うわー、惜しかった。はい、終わりやる。クロラ 5.5。 やってみたはいいけど、あんまりなんかそれとは反応が悪いんだよね。あれどっちだ、バスペイ。いた、いたよ、いたいたいた。おっしゃ、でかいんじゃないか。おお、でかい。おっしゃ、おっしゃ、やべやべやべ。いけー、おお、やった。やった。やったよ。食らった。食らったよ。いやー、食らった。全然いい。めちゃめちゃいい魚。もう真正面。あるかな、あるかな、ないかな。
ない49センチ。うわやっぱり49センチだ。ちょっとそうですね、あったら50。なかった。でもいい魚だね。めちゃめちゃいい魚。いいね。うわすごい。さよなら。いいね。いやいいよ。やっぱり夕方。おお。夕方インレットに刺してくるのがいそうって。最高。狙い通りのPG。狙い通り。まあ、完全にスポーンしてないんだけど、スポーン気味のモードになってね。多分大潮1日目だから。まあこんなに季節が進んでるとは思わなかったんだけど。なのでちょっとね、水が動かないようなところはすごいスポーンモードの魚が多かった気がします。同じストレッチでもこうへこんでるところとか、カバーがあってこう内側になってるところとか。なんで思い切ってなるべく流れがあるところ、多分ね少ないと思うんだけど、ならばちょっとぐらいスポーンモードに入っててもこういう流れに向かってこう餌を取る行動に出るかなということで、まあそんな感じがしてからはずっとこうインレットとか、まあちょっとでもこう流れが当たるような、まあ岬周りも上流側は魚がちょっといて、で下流側のちょっとへこんでるところとかはこう動かないのがやっぱりボケッと打ちたりっていうことが多かったんで、ここに来たのは正解でした。はい、ではドライブクローラー 5.5、まあ多分あんまりプレッシャーにはさらされてないし、まあそんなに多くない、多分バスもああいういい魚で、こう動き回ってるのがこのタイミングで、なんでまあちょっと大きめでチャンス逃さないように、まあ一発でキャストしやすくて入れやすくて、かつバスもこうまあこの大きさだからこそ見つけてくれて、ちょっとついちゃう、小さすぎるとちょっと見ちゃう傾向がずっとあったので、ちょっと大きいだけど大きすぎると今度ミスバイトだったりケツだけ持ってとかあると思ったので、まあこのタイミングなんで、ね、5.5 にしました。でノーシンカー、まあ、散々落としたりボトムやったりスイミングさせたり、はたまた最初は巻いてみたりってのずっとやったんですけど、やっぱり反応悪い。やっぱりスポーンモードに少し入ってて、ハードルは追うっていう感じじゃない。まあベイトがねいて、その場で、ね、夕方とか追ってればあるかなと思ったんですけど、まあそうじゃないのでもうそこは、幻想は捨てて、まあワームでゆっくり落とすっていう感じで、まあ今も泳いでるのがうっすら、まあ、濃いかバスか分かんないけど見えたので、岩盤に当てて落としていったらバンって走っていったんで、バスっぽいなと思って出合わせました。はい、でフックは、レギュラーガードタリズマンの、2番、まあ、4.5 インチと 5.5 インチは、まあ、2番 4.5 あったと3番使うこともあって、まあ、ちょっと大きめだけど大きすぎずみたいな、まあ、しっかりかかったので良かったと思います。このサイズだとうちも高いですね。そうね、サオもビレックス SG の 6101L プラスちょっとかな、でちょっと長いってやつ、投げやすいし、まあ、ちょっとぐらい無理できるしね。で、まあ、ちょっとあまりにも淡水が、淡水植物、まあね、特に木とか多かったんで、最初06巻いてたんですけど、急遽スプールを、変えて UVF タトゥーラの1号にしました。でリーダーも、10ポンド、最初は7ポンドだったね。ちょっといろいろやろうかなと思ったんで、まあ7ポンドリーダーにしてるのを持ってきたんですけど、ちょっとやばいぞと思って、1号に10ポンドなんで、まあこの感じでね、オープンウォーターあったら絶対切られない、ちょっとぐらい無理できるっていうセッティングが、まあ、途中でねちょっと時間食っちゃうんですけど、まあやってよかったかなと思います。はい、はい、お疲れ様でした。最後の最後、夕方釣れてよかったです。まあだいぶね、だいぶ宿泊したんですけど、まあ短時間ながら狙った場所で釣れたので
良かったと思います、何よりねめちゃめちゃいい魚で、まあ全然釣れなかったミノダム40アップどころか50間近だったんで、大変満足しております。またね、ちょっと季節変えていきたいなというふうに思うので、また楽しみにしていたいと思います。お疲れ様でした。